星形成は、高密度の分子雲が重力で収縮して、球状のプラズマとなり、構成が形成される過程のことを言う。星形成研究は、天文学の一分野であり、星形成の全段階としての生漢物質、巨大分子雲の研究や、その生成物としての若い構成や、惑星形成の研究とも関連する分野である。星形成の理論は一恒星の形成ばかりではなく、 原生の統計的研究や初期質量関数を説明するものでもある。星形成に関する現在の理論によれば、分子雲のコアは重力的に不安定で断片化し、収縮を始めるか、超新星爆発などのような高エネルギーを発生する天文現象の衝撃波が引き金になって、付近の星雲で星形成が始まる。この重力収縮の段階で、 重力エネルギーの一部は赤外線で放射され、残りは収縮が加速する物体の中心部で温度を上昇させる。物質の硬着は静周円盤形成の過程でも進行する。密度と温度が十分に上昇すると重水素の核融合が始まり、これにより発生する電磁波の副射圧で収縮の速度は低下する。生物を構成する物質は次々と原子性に。 膠着する。この段階で、双極分子流が発生するが、その原因は降り注ぐ物質の核運動量の影響と見られる。最後に、原子性の核で水素が核融合を始めると、これを取り巻く物質が吹き払われる。原子性は、成長過程で、HR 図上の林トラックをたどる。収縮は林トラックの末端まで続くが、その後は、 ケルビン・ヘルム・ホールツ収縮の時間尺度で収縮が継続し温度は安定する。この段階で0.5対応質量未満の構成は主系列に合流する。これより質量が大きな原子性は林トラックの終わりから静水圧平行に近い状態でゆっくり収縮を続けヘニエートラックに移行する。保守形成の過程と段階は1。 太陽質量程度以下ではよく解明されている。しかし、大質量性では、星形成過程の時間が星の進化の時間スケール全体から見て短期間に過ぎず、その過程そのものもまだ十分わかっていない。原始性が成長して、主系列に合流して、以後の進化は、構成進化論の研究領域となる。オリオン大星雲は、星形成が進行する代表的領域である。 星雲を明るく照らす、若い内質量星から星が芽吹く揺りかごとなる、高密度ガス柱までを見ることができる。この不安定な星形成領域は、天文学上最もドラマチックで、天体写真の被写体になりやすいものの一つである。星形成の鍵を握る元素は、可視光域ではなく、電波領域でのみ観測が可能である。分子雲の構造と原子性の影響は、 一近赤外域の原稿量マップ、二星間人の熱放射、三 COO その他の分子の回転繊維による観測が可能である。二、三はミリ波帯やサブミリ波帯で観測される。原子性や若い星の電磁波放射は赤外線天文学が対象とする波長域で観測されるが、これはこれらが形成される分子雲による原稿がかなり大きく、 可視光域で観測するのはまず無理だからである。分子雲は200から450マイクロメートルに透明な窓がある他は20から850マイクロメートルまでのほぼ全域で不透明であり、観測には困難が伴う。この領域以外でも現行分を保証する何らかの手法が不可欠となる。各構成の形成形態を直接観測できるのは銀河系内に限られ、 それ以外の銀河における星形成は特殊手法による質量スペクトル観測で検出されてきた。質量が違うと星形成のメカニズムにも違いが生じると考えられている。小質量性の形成理論では分子雲が回転しながら重力による収縮で密度が上昇していくことで小質量性が形成されることが多数の観測結果とよく合致している。 すでに述べたように回転するガスとダストが重力収縮して中央の原子性へと物質が集積し星周円盤を形成していく。太陽質量の8倍より重い星では星形成のメカニズムはまだ不明の点が多い。大質量性は降着する物質を押し返すほどの大量の電磁波を放射する。かつてはこの副射圧は質量の大きな原子星への物質降着を 妨げると考え、太陽質量の数十倍を超える大質量性の形成をうまく説明できなかった。近年の理論研究では、ジェットとアウトフローで円盤の双極方向にできた空洞状の領域から大質量性が放射する電磁波のほとんどが抜け出してしまい、物質の硬着を妨げないことが分かってきた。そのため、現段階では大質量性も、 小質量性の形成と同じような気候で形成されるらしいと考えられるようになった。大質量性を取り巻く青春円盤の有力な証拠は複数の天体で確認されている。大光着立説と合体説など大質量性の形成に関する複数の理論が現在観測による検証を待つ段階にある。宇宙の誕生から最初に形成された天体は、 どのようなものだったかについて、21世紀に入りようやく知見が深まってきている。これまでは最も遠い天体からの光を観測することで、その当時の天体の姿を知ることができたが、宇宙マイクロ波背景放射が始まる宇宙の腫れ上がりの時代から最も遠い天体の形成までの間は、まだ観測ができていない。そこで、宇宙の大規模構造の観測と、 その成立過程のシミュレーションが先行して行われていたことから、合わせて最初の天体の成立のシミュレーションも行われた。東京大学カプリカズモノ県 JPL、京都大学などがスーパーコンピューターを使った研究結果では、宇宙誕生から1億年後から3億年後までに輝きを放つ最初の星、すなわちファーストスターが誕生したとしている。 この成立過程は、まず6000万英雄ほどのダークマターの銀河波浪が形成され、その中心の分子ガス雲に囲まれた領域に、太陽質量の100分の1、密度は空気と水と中間程度の最初期の原子性が誕生し、周囲の豊富な物質を潤沢に取り込みながら、最終的に太陽質量の40倍程度になったと報告している。第世代の星々は、 このようにして誕生し、それまで水素やヘリウムなどの軽い元素しかなかった宇宙に星の内部の各融合反応によってそれよりも重い元素を生み出す気候が登場したことになる。非常に遠い星の光学観測は困難を極める。加えてこのような非常に古い星は現在はほとんど残っていないかもしれない。しかし星からのスペクトルの観測で 重い元素を含まない天体が見つかれば、それは、こうした第一世代の星を含む、可能性がある。2010年1月、ハップル宇宙望遠鏡が観測した131億光年に、ある銀河の中に第一世代天体を含む、可能性が高いことが解析の結果わかり、2014年2月には、オーストラリアの天文学者が11年をかけて、 地球から6000光年の距離に鉄などの重い元素を含まない推定130億歳の古い星を発見したと報じられたなど近年発見が相次いでいる。これらの第一世代天体がいつ生まれたかは宇宙の再電離の時期を特定するための重要な情報を与える。ありがとうございます。